ゲビン・リースは、ウェールズの男子プロボクサー。元 WBA 世界、スーパーライト級王者。ザ・ロックの異名を持つ。エンゾ・マカリネリと共に、ジョー・カルザゲの父がトレーナーを務めるチームカルザゲの選手である。1998年9月5日に、イギリスで、プロデビューする。2001年4月28日に WBO、インターコンチネンタル・フェザー級タイトルを獲得する。 その後も主戦場をイギリスに勝利を積み重ね、2007年7月21日に、祖国ウェールズのカーディフで、フランスのソレーマヌムバイエに挑戦し、12回判定、3から0で勝利し無敗のまま WBA 世界、スーパーライト級タイトルを獲得した。この日は、同じイベントで、アレックス・アーサーの WBO スーパーフェザー級、 タイトルマッチも行われており、同日に2つの世界タイトルがイギリスにもたらされた。2008年3月22日に行われた初、防衛戦で、アンドレアス・コテルニクに12回 TKO で敗れ、タイトルを失った。2010年11月6日、ジョン・ワトソンとブレイブック、英国ライト級王座決定戦を行い、11回 TKO 勝利でタイトルを獲得した。 2011年6月4日、24戦全勝のアンディ・マーレーとエブ・オーシュー・ライト級王座決定戦を行い3から0の判定勝ちでタイトルを獲得した。2011年10月1日、同国人のデディ・マシューズを相手にエブ・オーシュー・ライト級王座の初防衛戦を行ったが4回負傷引き分けで初防衛に成功した。2012年3月23日、 アンソニー・メザーチェと対戦し、7回 TKO 勝利で2度目の防衛に成功した。2012年7月7日、デリー・マシューズと再戦し、9回 TKO 勝利で3度目の防衛に成功した。2013年2月16日、アメリカデビュー。ニュージャージー州アトランティックシティのボードウォークホールにて、WBC 世界ライト級王者エイドリアン・ブローナーと対戦し、 序盤は手数で積極的に仕掛けペースを掴もうとするが3回にはブローナーがペースを掴み返し4回には右アッパーでダウンを奪われなんとか自分から前に出てラウンド終了まで耐えきるが5回には強烈なボディブローを打たれ座り込むようにダウンなんとか立ち上がったリーズにブローナーが怒涛のラッシュをかけリーズのチーフセコンドがタオルを投入したためレフリーが試合をストップ 5回2分59秒 TKO 負けで2回級制覇とはならなかった。2013年6月29日、英国、ランカシャー・ボルトンのボルトンアリーナで WBO インターコンチネンタルライト級王座決定戦をアンソニー・クローラと行うも0から2の判定負けで復帰初戦は黒星となった。2014年2月1日、 ゲイリーバックランドと同国人対決を行い、隠した相手だったが1から2の判定で敗れたため3、連敗を喫し厳しい状況となった。ありがとうございます。